皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はなぜか人気ないけどランクで超強いキャラはこいつということで、今回はアッシュの紹介やっていこうと思います。アッシュあんまり人気ないんですけど、今シーズンのランクめちゃくちゃ強いところ多いんで、今回の動画はアッシュっていう人向けにめちゃくちゃわかりやすくアッシュの強さを紹介していきたいと思います。正直自分動画外でも今シーズン一生アッシュ使ってるよってレベルで、アッシュ本当に強いシーズンだと思ってるんで、ぜひ最後までチェックよろしくお願いします。本当にね、この動画の終盤とかアッシュの強みめちゃくちゃ凝縮されてるんで、ぜひ最後までチェックよろしくお願いします。今シーズン沼ってるよって人はぜひ使ってほしいキャラです。今回の動画が今年最後の動画になると思うので、気合い入れてやっていきましょう。それではまず初動ザ・コアの方に降りていきます。今回はフレンドとデュオランクやってる時の映像ですね。一人ブラッドハンドの人がノラって感じです。で、初動被ってなかったんでアサリ終わって、アンチがこんな感じだったのでアルファベースの方から回っていくことにします。で、回っていくタイミングでアルファベースの奥の方で戦闘が始まっていたので、こっちの方を魚フリに行こうとしています。で、アッシュのウルトなんですけど、アッシュのポータルはレースのポータルより早く引けるっていうメリットはあるんですが、一方向にしか引けません。なんで漁夫とかで思いっきり使っちゃうのもいいかもしれませんが、漁夫に行くタイミングで使ってしまうと一方向にしか行けないので、帰るのがなかなか厳しくなってしまいます。ブロークムーンは漁夫が結構早く来てしまうマップなので、行きはできればアッシュで行って、もう一回別のパーティーが漁夫に来たらアッシュのポータルで引くとか、優位なポジション取り返すみたいな使い方が強いですね。で、今回は簡単に漁夫成功したので、このアッシュのポータル持っといて、漁夫が来たらアッシュのポータルで対応するみたいな、そんな感じのお立ち回りしています。で、今回案の定漁夫が来たので、この人たちとファイトしていきます。今回はワンピック取れたので、このまま戦っていきましょう。これでね、なかなか厳しい状態だったら味方集めてポータルで3人で引くっていうのが理想形ですね。なんでできれば漁夫行くときはポータル保持しておいて、漁夫が来たタイミングでみんなでポータルで逃げるっていうのが理想です。ただ後々で解説するんですが、戦闘有利に進めたいという意味で、戦闘の一番最初のタイミングでポータル使ってしまうっていうのもありです。で、今回は1枚核まで取っているので、相手の上ポータルで取って射線広げてあげてますね。いい感じに射線広げてて、味方も射線通してくれてたのでカバー入れて、で、もう一回味方がヘイト買ってくれてちょっとダウンしちゃったんですけど、一番いいポジション取れてるので上から打ち下ろしていって、この戦闘はイージービンですね。ナイスです。本当にブロークムーンはこんな感じで漁夫が来るのが早いマップなんで、できればポータル保持しておいてあげると漁夫にも対応しやすくなってきます。本当にね、別のキャラとかだとなかなか漁夫に対応するっていうのが難しいんですけど、アッシュみたいなこんな感じに瞬時にポータル引けるキャラだと漁夫に対応しやすくていいですね。で、やっぱり漁夫早いマップなんで、もう一舞台漁夫来ちゃってますね。個人的にはブロークンムーンの漁夫の速さに対応するっていう意味だったら、アッシュ本当に適性あるキャラだと思ってるんで、ぜひ使ってみてほしいです。結構今シーズン漁夫に悩まされてレースとか使ってみたり、あとガス押しとかも使ってみたりしたんですけど、やっぱりポータル引くのに時間かかっちゃったりとか、打ち合いが長引いちゃって他の漁夫切っちゃうみたいな感じで、なかなかね、漁夫対策にならないっていうこと多いんですよね。ですがアッシュはみんなを一瞬でまとめて移動させるっていうことができるので、多分全キャラの中で一番漁夫に対応しやすいんじゃないかなって個人的に思っています。あと後々も話すんですが、ブロークムーンって意外と遮蔽が少ないところ多いんで、アッシュのポータルで一気に射線広げて相手ボコボコにするみたいな立ち回りも結構できるんで強いですね。ちなみにアッシュなんですけど、一部界隈で磯野って呼ばれてるらしいです。なんかね、アッシュのポータルでみんなで思いっきり家の中突っ込んでいく感じが、あのサザエさんのエンディングのあれみたいな感じらしいので、磯野って呼ばれてるらしいです。で、目の前で打ち合ってるんで、これ漁夫リチャンスですね。一応狙っています。ただね、結構打ち合い長引きそうなんで、これあんまり長いできないですね。後ろからも別パーティー、さっきの漁夫の漁夫で突っ込んできた人たち来てしまいそうなので、あんまり長いはしないで、できればアンチ内の方移動していきたいです。ただね、結構突っ張っちゃってますね自分たち。これ大丈夫かな、大丈夫かな、これ一生眺めてるけど。そうですね、やっぱり後ろから別のパーティーが来てしまうんで、一旦ここでキープしていきましょう。で、アッシュと相性のいいキャラクターなんですけど、今回はデュオランクでフレンドかパスファインダー使ってて、野良の方がブラッドハウンドっていう感じですね。
できればデュオランクとかだったらアッシュで射線広げて、もう一人も射線広げる系のキャラだといろんな射線組みやすくて一気に畳みかけやすいです。戦闘時間短くしてあまり魚振られたくないよっていう人はアッシュプラス展開系のキャラ使うのがいいのかなと個人的に思ってます。で、あとフルパで使うんだったらジブラルタル強いですね。アッシュで無理やりポータルで移動してポータル耐えたところにドームでもう思いっきり相手一人ボコボコにするみたいなのも結構強いです。アッシュのポータルで一人に狙い定めて突っ込んでドームでボコボコにする、これもね結構強いんでフルパでやる人をぜひやってみてください。特にキーマウとか結構多めのパーティーだと強いですね。で、奥の方を回ろうと思ったんですけど別の敵もいたので先にアンチラインの方入っていきましょう。ただね、ここのアンチ結構きついですよね。エターナルガーデンって割と開けた場所が多くてあんまり射線切れないんですよね。で、まだしかも10部隊も残ってるんで、できればね、この人たちやり合わせてからアンチ入りたいんですが、結構 M 頑張っちゃってますね。おそらくスタシスアレイとも連絡するのところは別の部隊が取っていると思うので、できれば今の撃ち合ってた敵を倒して、今の敵いた方面入りたかったですね。ただ今回はちょっと厳しそうなので、一旦隅っこ暮らししていきましょう。で、結構隅っこの方から、あっちのスタシスアレイの連絡するの敵の方に圧力かけてたら、ちょっと奥の方を引いてってくれたので、こっちの方を取っていきます。一旦ここキープしてから、次のアンチ見て動いていきましょう。で、アンチが閉まって、次のアンチが決まりました。で、さっき自分たちが隅っこ暮らししてた方から敵が発砲してきたので、アンチカットということで、この人たち倒しに行きます。この人たち倒し切ってから自分たち移動しないと、移動の際足の引っ張り合いになってしまうので、先に倒しておきたいところです。で、どん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 ライン上げていくんですが、この後前の方出て行って味方にもスキャン入れてもらうんですけどかからないっていう状況ですね。こっちの奥の塔の方回っていってそうなので自分たちもこっちの方から回っていきます。こうやって自分たちが奥から回っていくことによって自分たちが最後列になるので手前でやり合う人たちを魚振りやすいという形になってますね。で、結構ブロークムーン漁夫が厄介なマップだっていうのは分かってると思うんですけど、漁夫られたくないよっていう人はあえて最高列から行ってあげるのもいいかもしれません。最高列とかから行ってあげると自分たちが一番後ろなので敵が漁夫ってくるとしたら正面しかなくなります。なので漁夫にも対応しやすくなってくるって感じですね。なんで移動が遅くなりすぎてしまったら一番後ろから行ってあげるっていうのも一つありな選択かもしれません。ただね、毎回判断するのもなかなか難しいんで状況見ながらって感じですかね。で、自分たちが一番後ろから行ったので一番いい形で漁夫に成功することができました。自分たちが一番後ろなので自分たちの後ろ方面からは敵が漁夫に来ない。で、残ってるのは自分たちの一つ上の階にいる敵だけって感じですかね。ここから移動やっていきましょう。はい、ということでボルトの弾がなくなってきたのでカービンに変えて移動していきます。で、目の前の家でシアウルト使われていたので一旦味方のスキャン待ってから移動していきたいところですね。で、味方がこの後スキャン入れてくれるので、はい、相手ちょっと奥の方を移動していってるんで手前の方を取っていきましょう。人数も少なそうだったんで先にこっち手前の方を取ってどん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 圧かけていけば相手を下ろして自分たちが上取ってっていう有利な形できますね。で、奥にアークスネア入れて一旦周り見ます。で、手前に1枚だけ残ってるっぽいんで奥の方に投げ物入れたりして、で、相手がひるんでる間に自分が手前にもう一回投げ物を入れて、手前の敵がこの塀の隅に隠れるしかなくなったタイミングの前に出て速攻倒しきります。で、そしたら残り奥の敵だけって感じですね。一旦バッテリー巻きって人数で詰めていきます。で、あとは人数有利なんでゴリゴリ押していきたいんですが、この後ねマジで敵強いんですね。爆速で溶かされちゃいます。結構奥の敵にも弾当てられて溶かされちゃったんで速攻味方に起こしてもらいます。ラストマンのホライゾンも割れているのでこの蘇生は通りますね。で、一旦バッテリー巻いてる間に最後のホライゾン味方がはい倒してくれたので、このまま一旦肉まで回復してラスト1部隊ですね。この1部隊との戦闘本当にアッシュの強み出てるんでこの後見ていきましょう。で、まず最初ですね、味方がこの後スキャン入れてくれるんですけど、このスキャンではい敵の位置こんな感じに左右に広がってて右1枚孤立してるっていうのが見えましたね。で、これ来て磯の子、これこっちにウルト出す、全員に行くよ、集まって。で、こんな感じで味方に集まってもらって速攻ポータル焚いて右の方詰めていきます。
で、ちょっと主武器出すのミスっちゃったんですけど、このままみんなで右を押せて、まあ相手には引かれてしまったんですけど、さっきの最悪のエリア外のポジションから思いっきりエリア内の中入ってこれましたね。で、この後がちょっと大事ですかね。相手まだまだ広がっているので、ここからどうするかっていうのを考えていきます。結構ね、アッシュのウルトは回転率高いです。2分でウルトまた溜まるんで、この後待ってればまたすぐ溜まるっていった感じですかね。最終収縮までにもう一回ウルト使えそうなんで、味方にどんな感じでウルト使うのか報告しておきます。次ウルト溜まったら右倒していきたいです、という報告だけ入れて、味方のノラのブラッドハウンドさんがついてきてくれるように促しておきます。で、もうすぐウルトが溜まるので勝負の時間ですね。それではここから見ていきましょう。これ悩むな、これどこ取るべきか。これ左か取んの、いや左はアンチ切れちゃうから、右のここポータルだよね。あ、右2人で行って、俺左カットしようかな。どうしよう、次一緒にポータル、これが右たくんで、こう取って左60入れたよ。今入れてもいい、右行きますよ。はい、こんな感じに味方が左に60入れてくれてるっていう報告入っていたんで、速攻そのタイミングで右取って右から射線通して畳みかけていきます。だからここね、めちゃくちゃ相手当ててきてますね。味方のブラッドハンドさんもついてきてくれてたんで、一旦スイッチしてもらって回復巻きます。で、相手の前に出てきてくれたオクタンはあったんですけど、倒しきれなかったんで、一旦ここで肉まで巻いていきたいんですが、なかなかきつい状況ですね。一旦回復頑張って巻いていきましょう。で、回復巻き切ったタイミングで相手のオクタンがどんどん前出てきてくれてたんで割ったんですが、カバーしきれず味方ダウンしてしまいました。ただ相手のオクタンが左の方上がってってくれたので、右のスペースがら空きになったんで、右の方に入って右から射線組んで2枚倒せてます。で、ラスト1対1ですね。で、ちょっと自分この時投げ物持ってるんで、投げ物プラスカービンで倒しきりたいなって思ってたんですけど、カービンの弾なくなってますね、これ完璧に。で、カービンの弾なくなってしまったんで、ロングボウで割って、投げ物入れて近距離ロングボウで頑張るしかなくなってます。で、このアークスネアもなぜか弾き返ってきて、ちょっと不利ですね。頑張ってロングボウで 1v1 やっていきましょう。頑張って割ることはできたんですが、最後負けてしまいました。これタワーあれば勝ってましたね。または溜まないのに気づいてればロング棒でパイロン割って投げ物とカービンで勝つみたいなこともできたかもしれません。これは悔しい。ということで今回の動画は以上になります。ちょっと最後負けてしまったんですけど、アッシュのウルトの強さよく分かったのではないでしょうか。ぜひ使ってみてください。本当に単純なファイトにも、漁夫に行くのにも、漁夫から逃げるのにも使える万能なウルトです。マジおすすめ。ということで今回の動画は以上になります。何か参考になったらグッドチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。良いお年を。それでは以上、親子どんのすけでした。